バード大学とは、アメリカ合衆国ニューヨーク州アナンデール・オン・ハドソンに、ある私立のリベラルアーツ・カレッジである。バード大学は当初、ニューヨークの米国政公会の下で、セイスティーブンという名で設立され、1928年にコロンビア大学に併合されたが、その後1934年に創始者、ジョン・バードにちなんで、バード大学と改名分離した。第二次世界大戦当時には、 ナチスドイツから逃れてきた、ハンナアーレントなどの知識人を含むヨーロッパ難民の避難場所を提供した。ハンナアーレントは、シカゴ大学時代の教え子でもあり、玄学長のレオンボットスタインの招きに応じバードで、教鞭を取ることを決意したが急性、遺言に従い学内のある夫、ハインリッヒ・ブリッヒャーの墓の傍らに葬られた。夫・ブリッヒャーもバードでは、哲学の教鞭を取っており、 二人の影響はバードのカリキュラムの随所に見受けられる。学内にはハンナアーレントの蔵書すべてが寄贈されたハンナアーレント図書館、またハンナアーレントセンターがある。現代アートのキュレーションを学ぶことのできる CCS があることでも有名。アメリカで最も歴史あるキュレーターのための修士課程のプログラムの一つ。学部生として音楽、 リベラルアーツ療法の学士号を取得できる5年間のデュアルディグリープログラムがある。クラシック音楽の教育は特に盛んで、弦楽長のレオンボット・スタインの指揮のもと中国、東欧、キューバなど世界各地でオーケストラが公演。ジョン・ケージ・トラストの本部が学内にあり、現代音楽教育にも力を入れる。ありがとうございます。